d d 戦車とは第二次世界大戦中に開発された水陸両用戦車のこと。d d はデュープレックスドライブの略であるがしばしばドナルドダック戦車とあだなされる。この故障は特に1944年のノルマンディ上陸作戦初戦にて連合軍が用いた M4 中戦車を指す場合に使われることが多い。これ以前にも 水陸両用の無限機動車用、LVT が1942年から43年に、かけ太平洋戦争でのソロモン諸島の戦いで、ダックが1943年のハスキー作戦で、それぞれ投入され、ホード製ジープの浮き孔可能型が1944年に登場、また、ソ連では1930年代に、水陸両用豆戦車が開発されるなどしていたが、浮き孔可能な、 中戦車である DD 戦車はこれらとは異なる独特な設計上の問題を抱えていた。DD 戦車は海岸線に上陸する不評部隊の第一波が支援の戦車なしでは敵の攻撃に対し極めて脆弱であることから着想された。とはいえ、支援用の戦車を上陸用終点で運搬すれば戦車自体が終点もろともドイツ軍の下方の格好の標的になって しまうことが考えられた。この時大量の上陸用集艇が失われれば、沖に控える艦船からの増援部隊の輸送が鈍り、上陸作戦そのものの失敗につながる恐れがあった。戦車そのものに浮き航能力を付与すれば、戦車は海岸から数マイル離れた地点で、上陸用集停から降ろせば、そこから自力で海岸に到達でき、集停の大量損失を防げると考えられた。 d d 戦車は上陸作戦を支援するべく投入されたホバーツ、ファニーズとして知られる一連の特殊戦闘車両の一つである。これらは主に既存の戦闘車両を改造し、地雷処理や佳境といった本来とは異なる能力を与えた車両である。これらを大々的に用いたのはイギリス軍とカナダ軍であったが、シャーマン DD のみノルマンディ上陸作戦中、 アメリカ軍によって使用された。水陸両用戦車は第一次世界大戦中に発明され、ちょうど大戦が終結した1918年11月には、イギリス軍のマーク9戦車の浮港可能型が試験されていた。開発は戦艦機にも続けられた。この頃の浮港型水陸両用戦車は大まかに2つの種類に分類できた。1941年、 英国にて、ハンガリー出身の技術者であるニコラス・ストラウスラーが、防水生地を用いた折りたたみ式の防水スクリーン型の浮きを考案し、旧来の水陸両用戦車が直面していた問題を解決した。これにより、戦車の体積を極端に増加させることなく、浮き行能力を付与することが可能となったが、浮き航できるのは穏やかな水面でのみであった。はじめにこの浮きは、 マーク7テトラーク系戦車に実験的に取り付けられ、1941年6月には、ロンドン北部のブレント貯水池にて、アランブルック将軍立ち合いの元最初の試験が行われた。奇妙にも、同地は23年前マークライン戦車の浮き孔型がテストされた場所でもあった。テトラーク系戦車を用いた海上試験は、 ポーツマス港のヘーリング島周辺で行われ満足な結果が得られたためバレンタイン不評戦車をベースとした生産型 DD 戦車の開発許可が下りた DD バレンタイン戦車スクリーンは未展開砲塔を後方に向けていることがわかる多少の損害を被りながらもアメリカ軍、イギリス軍そしてカナダ軍の DD 戦車搭乗員の多くが このバレンタイン不評戦車の DD で予行訓練を行った。1944年までにはバレンタイン不評戦車より M4 中戦車の方がこの浮気行装置を装着するのに適しているということが明らかとなった。特に M4 中戦車ならば陸地に近づいた時即座に射撃できる要戦車砲を前に向けたまま浮気行できることが大きかった。また、 バレンタイン不評戦車は古く、設計も劣っていた。M4 中戦車の DD 戦車化にあたって、車体下部のシーリング、プロペラ駆動装置、車体を一周するストラウスラー式防水スクリーンと、それの膨張装置の追加といった改造が行われた。防水布製のスクリーン型浮き孔装置は、戦車の車体に溶接された金属フレームに取り付けられていた。スクリーンは水平方向は、 金属の輪で垂直方向は36本のゴムチューブでそれぞれ支えられていた。このゴムチューブを圧縮空気ボンベを利用した装置で膨張させることによりスクリーンを堅固なものとした。スクリーンは15分で膨張でき、海岸に到着次第迅速に絞ませることができた。戦闘中、浮ち口装置は消耗品とみなされ、状況が許す限り早急に搭乗員が、 車体から取り外し、破棄することを想定していた。推進力は後部に装着された1体のプロペラから供給された。M4 中戦車の場合、変速機の形状のためギアボックスからプロペラ用のドライブシャフトを直に伸ばすことができなかった。この解決策として、戦車の後部にスプロケットを装着したので、プロペラへの動力は、戦車の離体から供給されることとなった。 d d 戦車の航行速度は最大4ノットであった。浮き工時には指揮官と操縦士が操舵できるようになっていた。操縦士は水圧式の操舵装置を通じてプロペラを旋回できた。砲塔のバスケットに立つ指揮官はスカートを通して視界を確保でき、こちらは大きな火事の柄を使って操舵した。浮港装置は クロムウェル巡航戦車やチャーチル不評戦車の DD 戦車化も考慮して設計されていたが、結局これらが完成することはなかった。また、火炎放射器を装備したユニバーサルキャリアに浮気効能力を付与した車両もテストされたが、こちらは結局火炎放射器装備の DD シャーマン中戦車となった。これは火炎放射戦車チャーチ力ロコダイルと同様に、 装甲化された燃料トレーラーを牽引するもので、このトレーラーにも空気で膨張させるタイプの浮気光装置が取り付けられていた。戦争終結後、センチュリオンに DD 戦車同様のスクリーン型浮気光装置と DD を付与したものが試作された。1950年代の終わりには主力戦車の重量増大に伴って実用的な浮気光が不可能となったため、DD 戦車の開発は 部分的に収束した。1960年代末にも DD 戦車と類似の装置でセンチュリオン戦車を浮き込可能にする実験が行われたが、この時用いられた装置は DD 戦車のものと異なり、折りたたみできる布製のスクリーンではなく硬いパネルが使われていた。自ら上がる M2 ブラッドレー。スクリーンは装備しているが DD は未装備である。 より軽量な車両をスクリーンによって水陸両用にすることは1980年代まで続けられたが、これらは DD 戦車式の駆動装置は持たなかった。プロペラを装備する代わりに水上での推進力にも陸上走行用の駆動輪を用いたのである。これに該当する車両としては、スウェーデン軍の STRV-103、アメリカ軍の M551 系戦車、 イギリス軍の FV432、装甲兵員輸送車、フェレットマーク5装甲車や初期型の M2 ブラッドレイ、不評戦闘車などが挙げられる。この中で現役なのは FV432 とブラッドレイ不評、戦闘車のみであるが、現在これらにおいても、スクリーン型浮気光装置は廃止されている。ユタビーチにおける DD 戦車フランスにて、英軍の戦闘を支援する。 DD 戦車 DD 戦車が主に投入されたのはノルマンディ上陸作戦である。この他にも1944年8月15日に行われたフランス南部への進行作戦、ドラグーン作戦にも投入された。また1945年3月23日のラインとか作戦にもイギリス軍が少数ではあるが投入した。ノルマンディ上陸作戦に向けてイギリス軍、カナダ軍、 アメリカ軍の10の戦車大隊に DD シャーマンが配備された。これらは戦車上陸用集艇により運搬された。この集艇は通常給料のシャーマン中戦車を積載できたが DD 戦車は傘さが増していたためこれより少ない台数しか積めなかった。イギリス、カナダの LCT は5台の DD シャーマンを積載できた一方、アメリカ軍の LCT は120フィートと短かった。 ため4台しか積載できなかった。d d 戦車は2マイル置きで海上に降ろされ、海岸まで浮き越し、戦車を迎撃する準備をしていない、ドイツ軍陣地を制圧することが期待されていた。実際の戦闘における d d 戦車の戦果は、性否様々であるが、特に、オマハビーチでの大失態がよく知られている。ソードビーチ。 編集作戦区域の最東端に位置するソードビーチに進行したイギリス軍が投入した DD 戦車は海面が穏やかであったため順調に稼働した。DD 戦車は岸から2.5マイル離れた位置で海上に降ろされた。一隻の LCT で戦闘の戦車のスクリーンが破損したためにこの LCT に積載されていた5両が発進できなかったが、これらは後々直接海岸に上陸した。 また1両の DD 戦車が LCT に激突され沈没した。ゴールドビーチ、編集ゴールドビーチでは、ソードビーチより海が荒れていた。イギリス軍シャーウッドレンジャーズヨーマンリーによる DD 戦車投入は遅れ、結局岸から700ヤードの地点から発進した。上陸までに8両の戦車が失われ、残りが上陸した頃には、地雷処理戦車、シャーマンクラブが標的のドイツ軍の下方、 機関銃陣地を粉砕した後であった。また、海面の状況により、英軍フォース、セブンスロイヤルドラグーンガーズの DD 戦車は、浅瀬から発進し、そこからスクリーンを展開し走行したため、波浪の影響を受けずに済んだ。いくつかの海外区域では、ドイツ軍の対戦車砲により、大きな損失が生じたが、最終的に作戦は成功した。ジュノービージ、 編集受脳ビーチに進行したカナダ軍では、第10カナダ気候連隊と第6カナダ気候連隊がそれぞれ DD 戦車を装備していたが、発進できたのは第1フッサーズのもののみであった。これらはビーチ生誕のカナダ軍第7旅団に割り当てられていた。海岸より4000ヤード、あるいは800ヤードの距離、ビーチ東端の第8旅団は、 海が荒れていたため DD 戦車なしでの上陸を観光。第1波は大損害を出したものの、残りの部隊によって順調に進行できた。ユタビーチ、編集ユタビーチにおいては、第70戦車大隊が DD 戦車を使用した。4両の DD 戦車がドイツ軍の砲撃によって、LCT もろとも失われたが、残りは15分遅れで海岸より1000ヤードの地点から発進した。 28両中27両が上陸に成功したが、強力な円幕により混乱が生じ、目標地点から2000ヤード、0540路より第741戦車、大体は29両の DD シャーマンを発進させたが、そのうち27両が沈没してしまい、海岸にたどり着けたのはわずかに2両のみであった。沈没した戦車の搭乗員の幾人かは、無線機を復旧させ、 後続部隊に遠距離からの発進を中止するよう警告した。第741戦車大隊の残りと第743戦車大隊のすべての DD 戦車は海岸に直接上陸し、0640頃に発進した。DD 戦車は高さ1フィートの波に耐えられるよう設計されていたが、実際のオマハビーチの波は高さ6フィートもあった。これは、 DD 戦車が試験されていた状況よりも悪く、多くの戦車が浸水してしまった。また、第741戦車大隊の戦車が発進した地点は岸から3マイルもあり、あまりに遠すぎた。35トンもある、改造戦車独特のソーダの難しさを考えれば、搭乗員の奮闘は、賞賛に値すると言える。搭乗員は5分間稼働する。 緊急用呼吸装置を装備しており、戦車本体にも空気で膨張させる救命イカダが装備されていた。いくつかの文献は、こうした救命装備は無効だったと主張しているが、これは生還者の証言と矛盾している。沈没した DD 戦車の搭乗員は、主に1 6 t RCT の上陸用集停によって大半が救助された。 沈没によって死亡した搭乗員は5名であった。1944年8月15日、ドラグーン作戦の上陸が行われた。進行はトゥーロンカンヌカンで行われた。アメリカ軍では第191、753、756の各戦車大隊によって計36両の DD 戦車が使用された。 第756大隊は8両の戦車を岸から2500ヤードの地点から発進させ、1両が上陸用集艇の選手派によって浸水したほか、1両が海中の障害物と激突して沈没した。第191大隊は12両の戦車を投入、すべてが上陸、または海岸への接近に成功した。第753大隊は16両の戦車を、テニアンにて、 潜水と装装置を装着したシャーマン。シャーマン戦車の潜水と装装置は1944年、太平洋戦争のテニアンにて投入された。潜水と装方式は DD 方式同様、上陸用集艇が海岸から離れた海上から戦車を発進させることを可能とする装備であったが、こちらは浮き荒するのではなく海底の水中を走行した。1942年には、 ディエップの戦いに潜水塗装型のチャーチル不評戦車が投入されたほか、ノルマンディ上陸作戦にも潜水塗装型戦車が投入されていた。連合軍戦車は、車体と吸排機構を防水仕様にされ、浅瀬からの上陸を可能にしていた。エンジンデッキから、砲塔の上部まで、常に、水面より上に出るよう高さのある延長ダクトが、伸ばされ、前方のダクトは、 エンジンの吸気用、後方のダクトは排気用に割り当てられた。この装備は多くの水陸両用車両、特に軽戦車や駆逐戦車に多く見られた。また米軍は同様の装置をトラックやジープにも採用した。試験中のトーチパンザー3、ドイツ軍は死化作戦立案中にシャーマン DD と同じく水辺の戦闘で不評を支援する目的の戦車を開発している。これは、 トーチパンザー3と呼ばれる3号戦車を改造した車両で、シャーマン DD 同様、機種から数マイルのところで上陸用集点から発進させるものであった。一方で、トーチパンザー3は DD 戦車と異なり、海底を走行した。防水仕様の戦車にゴム管でエンジンと乗員に空気を供給する装置を組み合わせることで、 最大15メートルの潜水を可能にした本社は潜水塗装型戦車の優れた手本となった。現在では多くの車両がこれらと類似した装置を用いている。ボービントン戦車博物館に展示されている DD 戦車。スクリーンも残っている。一両の個人所有の DD バレンタインがイギリスウルバーハンプトンにて胴体保存されている。 また訓練中に沈没した8両がマレー湾に存在すると考えられ、そのうちの発見された2両が観光名物となっている。さらに2両が同セットの数日湾3.5マイルの地点で水深15メートルの海底に100メートルの間隔を空けて沈んでいる。イギリスのボービントン戦車博物館にて1両の DD シャーマンが浮き航用スクリーンも無傷なまま胴体保存されている。 ノルマンディ上陸作戦で失われた3両の DD シャーマンが1970年代に引き揚げられ、2両の M4A1 がノルマンディの施設博物館ザ・ムーゼイデエップブス・スース・マリーン・ジュデ・デバークモンに展示されている。またそれら引き揚げられた戦車のうち1両が同時に回収された様々な装備品とともにアメリカウエスト・バージニアに本拠を持つオーバーロード・リサーチ。 LLC に購入された。オーバーロードリサーチ、LLC は、対戦中の軍事装備をアメリカにて、一般展示するために購入、修復しており、他にも LCVP2 両を購入している。オーバーロードリサーチ、LLC のオーナーは、DD 戦車もアメリカに移送し、可能ならば、ニューオリンズの D 霊博物館などのような場所で、一般に向け展示したいとする意向を示している。 しかしながら、DD 戦車相関の詳細や、最終的な保管場所などはまだ、オーバーロードリサーチ、LLC にて検討中である。オーバーロードリサーチ、LLC が所持している、DD 戦車は、長年海中に没していたものであり、オーバーロード車は、戦車が、オマハビーチに接近する際損なわれたことを明示する、戦車の現状を保存することが、戦車を修復を試みるよりも、 歴史的に重要な外観を保存することに繋がるのではないかと見ている。1971年に引き揚げられた M4A4 がフランスコースールズ・シュールメールにてモニュメントとして展示されている。2000年にアメリカ海軍がイタリアサレルの近郊で引き揚げようとして失敗した DD 戦車が一両存在したが2002年5月18日に最終的に引き揚げに成功し、 現在は修復の上、ラティーナ近郊のザピアナデッテオルメミュージアムで展示されている。イギリスデボンの沿岸で失われたシャーマン戦車1両が漂流物収集家兼スモールの尽力により1980年代に引き上げられた。この車両は現在トークロスの村にて1944年4月8日の進行予行演習エクササイズタイガーにて、 e ボートの攻撃により戦死した兵士の慰霊碑の一部として展示されている。この車両にはプロペラを接続するための独特なギアが車体後方に備わっているため DD 戦車であることがわかる。スクリーンを固定するための金属フレームはサビのため失われているがフレームを固定していた後はまだ車体全体に見ることができる。m 四 a 二 e 八 h v s s d d 戦車一両が アメリカ・アバディーンのアメリカ陸軍兵器博物館にて、マイル・オブ・タンクスというコーナーに展示されていたが、アバディーン・プルービング・グラウンド・ストレージ・ヤーズという倉庫に収納されている。また、DD 戦車1両がフランス・ゾミュール戦車博物館にも展示されているが、この車両は後期型のシャーマン戦車にしか見られない 76mm 砲を装備するなど砲塔が付け替えられている模様である。 ありがとうございます。